プロフタシケントのラグマンタンディールで洋肉を焼いたタンディールカバブウズベキスタン料理とは主にウズベキスタンで作られている料理である。ウズベキスタン料理は国内の農業に大きな影響を受けている。ウズベキスタンでは穀物の収穫後が多いためパンや麺などはウズベキスタン料理において重要な地位を占めており、ウズベキスタン料理は麺料理が豊富なのが特徴である。 ウズベキスタンでは羊の放牧が盛んであることから一般的に流通している羊肉が最も人気があり、ウズベキスタンには様々な羊肉料理がある。茶やサラダと共に提供されるプロフウズベキスタンの寒さ餃子に似た料理、マンティウズベキスタンのサラダウズベキスタンを代表する料理プロフは米、刻んだ肉、すりおろした人参や玉ねぎなどを用いた料理で通常主催として、 提供される。オシナハルは、早朝に訪問客に対して提供されるプロフであり、通常結婚式などの刑事の一環として提供される。他に、有名な料理としては、以下のものがある。シュルパは、脂身のついた肉と、新鮮な野菜を使ったスープである。ナリンやラクマンは麺を主体にしたスープであり、主菜として供される。マンティ、シュッチュバラ、サムサは、パンや、 パスタ生地に肉や野菜を詰めて蒸す、焼く、揚げるなどした料理であり、副菜として出される。ディムラマや様々なカバブは通常主菜として提供される。緑茶は一日を通して愛飲される国民的な飲料である。茶ハ花という喫茶店は文化的にも重要な地位を占めている。また、多種県とでは紅茶が好まれる。茶には通常牛乳や砂糖を入れることはしない。 料理が提供される際には必ずと言っていいほど茶が出されるが、茶は訪問客をもてなすために振る舞われ、客が訪れた際には当たり前のように緑茶や紅茶が出されることも多い。アイランと呼ばれる冷たいヨーグルト状の飲料はカキには人気があるものの、緑茶に変わるほどの地位は獲得していない。種類の飲料はイスラム教の戒律も影響しており、西洋ほど広まっているとは言えないものの、 ムスリムが人口の大部分を占める国家の中ではウズベキスタンは世俗的であるためワインは比較的人気がある。ウズベキスタンには14のワイナリーがあり、最も古く有名なワイナリーは1927年にサマルカンドで創業したホフレンコワイナリーである。サマルカンドのワイナリーではサマルカンド周辺で栽培されているグルヤカンダズ、シリン、アレアティコ、 カベルネ・リケルノエなどの品種を用いたデザートワインを生産している。ウズベキスタンのワインは国際的な賞も受賞しており、ロシアや中央アジア、CIS 諸国へも輸出されている。ウズベク人やウズベキスタンに住むブハラユダヤ人の作るデザートの数は限られている。一般的なケージの際の食事では最後に果物や生の果物、または ドライフルーツで作るコンポートが提供され、続いてナッツやハルバが緑茶と共に出される。ブハラユダヤ人は安息日の昼に特別な客が訪れた場合、チャイカイマキと呼ばれる通常の緑茶に1、1の割合で牛乳を混ぜ、ティーポットにバターを大さじ1杯加えたものを提供する。チャイカイマキは砕いたアーモンドやクルミを散らして提供することもある。ロシア料理では 七位が食べられるほか、ソビエト連邦時代に、宴会州から、朝鮮系住民が移住したため、市場やレストランでもキムチが見られる。朝鮮のキムチよりも浅漬けで、魚介類は使われず、サラダの感覚で食べられる。ウズベキスタンのドゥルマウズベキスタンの主食、ナンホラズムの南部原のシュルボドゥシュペラとナンナンもしくは、パティールと呼ばれる、ウズベキスタンの伝統的なパンは丸く平たい形を、 している。ロシア語ではレピョーシカもしくはレピョーシカと呼ばれる。タイラパンの位中央は少し凹んで飾りがつけられており、円は厚みのある形である。ナンは飾りのある部分を上にした状態で食卓に出され、ちぎってパン皿の上に重ねてから供される。地域により種類の違うナンが作られており、大まかな区分は以下の通りである。 中世のブハラ出身の学者イブンシーナーは、レーズミや揚げた豆、チェルキスのクルミとアビガンを一切れ朝に食べたものは、長時間空腹を心配しなくてもよい。と述べている。ブハラユダヤ人の料理はウズベキスタンに住むユダヤ人により、カシュルーとユダヤ人の食事規定にのっとって作られる料理である。代表的なブハラユダヤ人の料理としては、オシサバと呼ばれる。 一晩かけてゆっくりと鍋で調理した料理であり、安息日の昼食に温かい状態で食べる。おしさばは、肉、米、野菜のほか、甘みと酸味を加えるため、果物を入れて作られる。食事における役割とその材料から、おしさばは、チョレントや、ハミーンのブハラ版にあたると考えられている。ブハラユダヤ人料理にはおし、さばの他に、以下の料理がある。ありがとうございます。